シュバーナウ城は、スイスのシュビーツ州のラウエルツ湖中にある城。シュバーナウ城は、ラウエルツ湖に浮かぶシュバーナウ島に建てられた城で、現在は城跡のみが残る。城に関する歴史的文書はほとんど残っていない。城は周辺を支配していた、レンツブルク家が所有していた。しかし、道家が1172年から1173年にかけて滅亡すると、キーブルク家が、 公園ュタウフェン家やチェイリンゲン家と共にレンツブルク家の丘陵を分割してシュバーナウ城の支配権を握った。12世紀の終わり頃から13世紀前半にかけて城の本丸や居住区の円形状壁などが築かれたと考えられる。キーブルク家は1250年頃に断系の子孫が絶え、ハプスブルク家に押された暴険のハルトマン五世と、 その娘とハプスブルク家のエーバー・ハルト一世との間に生まれたハルトマン一世によって再興され、ハルトマン一世はキーブルクを名乗って新キーブルク家となった。その間、シュバウナウ城の支配権はキーブルク家から自然とハプスブルク家に移ったものと考えられる。城では13世紀中頃に火災が起こり、それによって廃城となったと考えられるが、 陛下にかかったかどうかは明らかではない。ハプスブルク家の下でも、城が再建されることはなかった。1684年に、城のあるシュバーナウ島に礼拝堂が建てられた。島に居住していたインジ者のヨーハンリンダーが建てたもので、ザンクトヨーハン礼拝堂と呼ばれた。この礼拝堂は1806年のゴールダウ、地滑りによって壊滅するが、その後地元のシュビーツ州や知事ルートビクアウフ。 デアマウアーとその子孫によって再建され、城石も保存された。城石とシュバーナウ島は、1967年までアウフデアマウアー家の所有であったが、その年にシュビーツ州が買い取った。2009年にシュバーナウ島は、州政府によって観光地として整備され、現在は城石と礼拝堂の他に、レストランがある。ラウエルツコの南岸から望むシュバーナウ城。 ありがとうございます。